漁船の光と同じく初恋の大好きだった彼、この大野拓郎さんですね。大野さんですよ。大野拓郎さんが再び現れたなら皆さんどうしますか？という質問をですね、ちょっと一人ずつお伺いしたいんですけれども、まずはやはり横山さん。はい、どうしよう。大野さん男前なんで、はい、じゃあどうしようかな。いや、なんか多分久しぶりに会うってことは、はい、多分昔会ったのは小さい時じゃないですか。だからその時とやっぱ大人っぽくなってたりとか変わってると思うので、すごい緊張しちゃうと思うんですけど、どうなんやろ、初恋の人に会うっていう感覚がちょっとないので。まあ、映画と同じくその初恋の人が、はい、まあ、多分映画でいろんな映画見られてると思うので、はい、なんかあ初恋の人が現れて変わってる、うん、かっこよくなってる、ドキッとするっていうような、うん、まあ、その感じる雰囲気ですよね、はい。まあ、その時に自分だったらあやっぱりいいなって思っちゃうのか、それともやっぱり幼馴染だからあかっこよくなったねでやっぱり一線を引いてしまうのか。どうなんですか、どうですか。私、あーどうなの、本当に分かんないんですけど、でもそうですね、僕だったら多分、はい、まあ多分振られたので僕多分僕の答えを言いますと、はい、聞きたいです。やっぱり、ね、小さい頃一緒にやったけれども、はい、大人になって会ったら、うんうん、綺麗になったなと思ったら多分それはもうドキッとして恋に落ちるかもしれないですね。じゃあ私もそうかもしれないです。はい、一緒ですね。ありがとうございます。北原さんいかがですか。そうですね、まあ、もし初恋の人が本当に、はい、大野さんみたいに立派に成長していたらすごい嬉しいですけども、大体初恋の人というのは久しぶりに会うとあれっていうことが多いじゃないですか。あれおかしいなみたいな、そうですね、パターンが多いので、はい、まあ、そうですね、大野さんみたいだったら嬉しいなって感じはしますけどね。まあ、それはこれ限定みたいな感じですよね。これ限定ってか、まあ、これ限定みたいな、そのなんていうんですか、ちゃんと素敵に成長していたらやっぱりすごいいいなとは思いますね。はい、まあ、まあ、男の僕からしても大野さんは別格なの で, で、ね、なんかでもあすごいなって思っちゃうぐらいのやっぱり人なので。大丈夫ですか大野さん。大丈夫ですか。宮沢さんいかがですか。私だったら多分初恋の人に久々に会ったら好きだったよって告白しますね。あ、もうそのまま。はい、それは今とかじゃなくて、私の初恋の相手だよっていうのは直接言います。絶対言う。あ、そう、力強いですね。はい、言いますね。もうその後はどうなろうが、はい、もう自分の気持ちを昔は好きだったんだよっていう、はい、そうですね、過去の話なのこれからのことは分からないですけれども、はいはい、いますね、告白しますね。なるほどですね。入山さんはいかがですか。なんかどうもしないですね。多分あこうもう心の中で、はい、あこうなってしまったのかとか、うん、何も思わないと思います。なんか初恋ってこと忘れてると思う、多分。あそうなんですね。こんにちはって感じで、はい、あもうじゃあ普通に、はい、普通にします。お久しぶりですみたいな感じなですね。はい、木崎さんはいかがですか。私長身がダメなんで、大野さんだったら大丈夫です。あ、長身が大野さんノーサンキューってことです。大丈夫です。あ、長身がダメなんですよね。はい、長身がダメ。長身、え、長身、大きい方ですよね。背が高い方が苦手なので。大野さんは大きいですよね。大きいです。大きいから大丈夫です。あ、大丈夫です。そっちの大丈夫ですね。はい、なるほどですね。あ、わかりました。はい、皆様本当に今日は足を運んでいただきありがとうございます。90分間、スクリーンから目を離さず見ていただいたら、もっと AKB のことも好きになっていただけるのかなと思うので、いろんな新しい AKB を見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。では北原さんお願いいたします。はい、皆さんはすごい、まあ、さっき一個前にも最初の回があったんですけれども、まだこの作品を見たことがあるという方はすごい少ないと思うので、こうほぼ最初に2番目くらいに見る皆さんはには情報を拡散するという責任が与えられております。とても良かったと何かに書いて広めてください。よろしくお願いします。
それでは宮澤さんお願いいたします。はい、みんなで力を合わせて1本分の映画を作らせていただきましたので、その気持ちが皆さんに届くといいなと思います。しっかりとご覧ください。よろしくお願いします。それでは入山さんお願いいたします。はい、一つ一つの作品が10分という時間ですので、少しの、ね、表情の変化とかセリフの言い回しとかいろんなところに集中して見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、推しメンをね見に来た方もいらっしゃると思うんですけど、そうじゃないメンバーの時も楽しんで見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは中西さんお願いいたします。はい、一つ一つの作品はすごく短いと思うんですけども、ここにいない私たちがすごく描かれていますので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、そうですね、先ほど言った通りなんですけど、皆さん好きな作品を一つでも見つけて帰っていただけたらいいなと思います。楽しんでいってください。久保さんお願いします。はい、普段アイドルとして歌って踊る姿とは違う私たちを見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それでは大野さんお願いいたします。はい、短い時間の中に監督、スタッフ、そして出演者の皆さんのいろんな思いが詰まっていまして、その目に見えるもの以外のものをもっと深いたくさんのものを感じれる作品になっていると思うので、そういうところを楽しんでいただけたらなと思います。そして北原さんがおっしゃったようにツイッター等で拡散していただいて一人でも多くの方々に見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はお願いいたします。本当に力を込めて作った作品だと思うので、そうですね、いろんな方に見ていただきたい、ここのお客様にもまず楽しんでいただいた後にこの楽しんだ思いをいろんな人に伝えていただきたいなと思っておりますので、どうぞゆっくり楽しんでいってください。最後に新規記録の皆さんお願いいたします。主題歌を歌わせていただいたこと本当にすごく嬉しく思います。作品と一緒にですね、僕らの主題歌も好きになってくれたら嬉しいなと思います。